日本東京都江戸川区船堀船堀は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は船堀1丁目から7丁目。郵便番号は134-0091東京都江戸川区西部に位置する。船堀駅前には江戸川区内唯一の映画館である船堀シネパルや地上115メートルの無料展望室をはじめ、ホールや商業テナント、その他各施設を兼ね備えた。 複合施設のタワーホール船堀がある。北で、東小松川4丁目及び、松江5.6丁目、東で、一の江町、二の江町、春江町5丁目及び江戸川6丁目、南で北勝西1.5丁目、西で、荒川を挟んで対岸の小松川と隣接する。町域北平を、東京都道55を東京市川線で隠し、南辺は新川が流れる。東辺には、 一の江境川浸水公園がある。住宅地の地下は、2014年1月1日の工事地下によれば、船堀2の19の7の地点で33万9000円、平方メートルとなっている。寛永6年、千葉の行徳県連から江戸への塩の搬入路として、新川が開作された。船の出入りをする堀川が、その由来となっている。 船堀一丁目団地2017年12月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。江戸川区役所の移設予定地をタワーホール、船堀展望台から撮影江戸川区は、 地区50年以上が経過して老朽化が進む江戸川区役所本庁舎を船堀4丁目のとあり地に建て替える方針である。早ければ2020年代中の移転を想定している。ありがとうございます。